いいね。こちら中国飯屋チクチクは今や仙台の新名物麻婆焼きそばが人気のお店なんですが、今日は麻婆焼きそばではなく、これから人気が出るであろう新メニューをご紹介します。それは油うどんです。油うどん、油そばは聞いたことありますけど。油そばのような見た目でツルツルシコシコとした食感、魚粉だしが効いた油うどんは癖になりそうな濃厚な味わい。さらにストライをかけるとね、また一味変わる。あー美味しそう。うん、全然違う。合う、合います。さらにこのラー油、自家製ですごい美味しい、いい匂いが。そう、これね、するすごいいい匂いするんですよ。え、なんでですか？いや、これ秘密の作り方で、秘密の作り方のいい匂いするラー油だから。そこはそれ言いたかっただけ。いいでしょう。